パート4です。時間を全く見ず、もう少しで10分経過するところだったかもしれないです。受験生のペーパーマンプレイ動画109回目、パート4です。ラストです。ボム投げるぜ。おら、決まった、やった、じゃねえか。なぜ HP がマックスだったのに、どうしたって2回打ち込まれたってことですか。でも、よくわかんないけど、とにかく死にました。何ばっか、ちょっとまず見てわかる通り息が悲しいくらい誰もいない。こっちは手薄だぜ。手薄と言ってこっちに来た。ボム投げるぜ。おら、あの人さっきも言ったじゃんか。ボム投げるぜ。無理、これだ、発表して了解や。いつかバレる、いつかバレてる。あ、後ろにいたんだ。あ、綺麗、全然気づかなかった。残り B が、あと残り13キルで取ったら負けます。もう点数の差が30、40。うわ、もうなんだこのレベルの差。おお、こんなに死ぬ人がいた。まだ死んだ。このゲームだけ投げさせて。投げるぜ。おめえなんじゃねえか。うわ、どんどんギルされちゃう。何この B の強さ、プラス10。アルセウス、アルセウス。とにかく、あれで、もう03さんが、とにかく20超えてるんです。すさまじく強い。ルチさんも13も、こっちや。ダメだ、読まれてる。ボム投げるぜ、おら、ボム投げるぜ、おら。あー、まだい、あと2キルで終わっちゃう。なんだよこれ。あー、スパイト気合いでカバーだ。終わってしまった。これは強すぎる。この動画に参加してくれた皆さん、そしてこの動画を最後まで見てくれた皆さん、ありがとうございました。